アベノミクス経済政策今後の展開ということですが、やはり、今まで10年もしくは20年失われた時間と言われております。日本が漂流してきたとも言われております。我々も昨年の春以来、今度政権に戻った時にはどうやって経済を立て直すか、また今まで何がうまくいかなかったか、こういうことをきちっと検証し政策を作ってきました。経済政策、いわゆる成長戦略は何回もやってきましたし、財政で刺激をするということもやりました。金融政策もいろいろ議論をしましたけれども、その3つのことを一つの司令塔のもとにしっかりと横串を刺して、それぞれがお互いに押し付け合うようなことをしないで、同時に一歩踏み出すと、このことが欠けていたんではないかということから、金融、財政、経済、この一つの調査会でこれを検討するということを去年の春からやりました。甘利現大臣がまさにその調査会長としてその取りまとめを当たられ、そして安倍総理は総裁になられる前からこの金融政策のもう一段踏み込むべきだという議員連盟を作られて、自らその会長に就任しておられたわけです。まさにこういうものが全部一つになってアベノミクス3本の矢が出来上がったと、こういうことであります。したがって民主党政権のように、政権を取ってからあたふたと成長戦略を考えるというものではなくて、練りに練ってきたものであるということを申し上げたいと思います。したがって白川総裁の時にも一歩踏み出していただきましたが、それを黒田総裁になって全く異次元の、私自身もびっくりするような金融政策を展開していただくようになりました。どういう効果が出ているのかというのは、金融市場、特に株式市場や為替の動向を見ていただければ一目瞭然であります。物価の動向もまさにデフレ脱却の兆しが見えてきたところであります。補正予算、そして本予算もきちっとスケジュール通りに、予定通り成立をさせることができました。3本目の成長戦略を今からどうやって実行に移していくか、設計図というべき閣議決定はすでに6月14日にやりました。したがってこの設計図をどうやって血となり肉としていくか、そのためには法律、そして予算といったもので政策を裏付けし、そして何よりも大事なのは、民間の皆さんがこういう政策を利用して自分たちがまさに打って出ようと、新しく設備投資をしよう、新しく人を雇おうと、そのために日本銀行がジャブジャブ出して銀行まで来ているお金をまさに銀行から企業に借りていこうと、こういう動きが起こるかどうかにかかっているわけであります。したがって参議院選挙後、安定した政権基盤を築いて、矢継ぎ早にこの血と肉となる法律や予算を打ち出して、それをきちっと国会で議論をし通していくことによって、3本目の矢、一番大事な成長戦略を確実なものにしていきたいと、こういうふうに考えております。